こんばんは。夜中にね、なんとなく最近不眠気味で目が覚めちゃったんでね、明日の荷物の点検がてら、私が普段通勤の時に持ち歩いているウエストバッグですね。ちょっとウエストバッグとしてはでかいんですけれども、まあサブバッグの中身を紹介していきましょう。別にそんなもないですよね。でもまあいいんです、これで。結構ちっちゃいんですよね。ちっちゃくてちょっと厚みがある感じですね。でまあ外にはこれ、もともとはねこの形じゃなかったんですけど、勝手に改造してショルダーにできるようにしてます。さあ、ここにベルト通しがついてるんでね、本当に工事用のウエストバッグなんですよ。ワークマンなんかで売ってるやつですね。でここに2つ折り携帯入ってます。これね、2つ折り携帯でも一応これ 4G のやつです。私電話は複数持ち歩くんで、これともう一個別のバッグ、仕事の書類なんか入れてるバッグなんかもあるんで、そっちの方にはスマホとタブレットを入れてます。でこれポケット結構あって便利です。ここはね定期券入れてます。定期券はこのダイソーで買ったこのねやつが便利なんですよ。もうここに7個カードとイコカカードを入れてね、普段使っています。ここはもう出し入れしよう。ここにちっちゃなポケットがあるんですよ。でここにね、私いつもちょっとちっちゃなハサミ常備してます。なんか何かしらいるんでね。でこれ刃渡り6センチ以上の刃物は持ち歩いちゃいけませんので、これはちゃんと測って6センチ以内のものにしています。私必ずね、小銭持ち歩くんですよ。これね、私阪神大震災の時に、まあ、いわゆる帰宅困難者、何日間か1週間近く家に帰れないことになっちゃいまして、あちこち職場とかで泊まり歩いたんですけど、いろんなものが泊まっちゃう時にね、お店なんかも品薄じゃないですか。だから定価ではもう売ってくれないんですね。で当然なんかお釣りを払う機能なんかもない場所なんかもありますし、で停電したら自動販売機なんかも止まっちゃいますし、その時にね、例えば100円のものを買う時に100円出しますから売ってくださいって言っても売ってくれない時に、500円だったらまあ売ってくれるし、500円だったらお釣りがなくても気にならないしってことで、だいたい500円玉いくつか持ち歩くようにしてます。であとビタミン剤ね、これも何かの時に何日間かちゃんとしたご飯が食べれない時なんかにと思って持ち歩いてしまっています。一体どんな時代に生活するサバイバルかって感じなんですけどね。でも近いかも。でここにコンパスがあります。安物ですけどキーホルダーになってて、なんか簡易コンパスですね。これ意外に正確なんですよ。で100均売ってるコンパスね、見てくればっかりで全然ちゃんと方角示さないものとかもありますから、皆さん本当に使うコンパスは100均で買っちゃダメですよ。あれね、命を守るものですから、コンパスは使うんだったらちゃんとしたもの買いましょう。でここにもう一個ハサミが入ってます。これはキャップ付けでね、先端が丸いやつなんで安心なやつで、これ私45リッターのゴミ袋必ず持ってます。これはね、いざとなったら雨具にもなる、防寒着にもなる、荷物も保護できるので、なかなか優れものです。ここにまたポケットあります。ここのメッシュのポケット私めったに使わないです。これね、ダイソーで売ってる紙タオル3つセットで100円、すごいお得。これ昔ね、コーナンと同じようなやつで紙ナプキンとして売ってたんですけどね、それ商品がなくなっちゃって非常に残念だったんですが、最近になってダイソーさんで復活してくれて嬉しいです。でこれ電子コンパス、コンパスとしては正直あんまり役に立たないんですね。で時計も狂いやすいしね。でもまあ時計機能に気圧計、温度計、湿度計、高度計、いろいろついてますんで結構便利。簡単な天気の予想なんかもついてます。でこれ懐中電灯ですね。これ100均のやつなんですけど、これね単三電池でいけるんですよ。で単三電池1本でいけるやつって割とないんですね。でもほら、いろんな電化製品使った時に単三電池って最後まで使い切らずにもう終わっちゃうことが結構あるんですね。そういうやつ集めといて、このちっちゃな懐中電灯に入れとくと結構持ちます。これももう入れてから1年以上経ってるんじゃないかな。割と使ってるけど未だにちゃんと光ってますね。これね、
この単31本でいけるやつ便利ですよ。単43本とか単42本とかよくあるんですけど、あれね意外に使えないです。すぐ電池なくなっちゃうし。でペン類ね、ペン類は結構持ってます。まあ仕事の関係もありますけれども、あの必ず油性ペンを持ち歩いてます。これノックペンでね、ノック式のやつ、これ便利ですよ。でこれあの太い製図用の、何ミリって言うんでしょうね、これ結構ミリ数の太いボールペンとかやったら、ほら 0. 何ミリとか、あのシャーペンとか 0.5 とかじゃないですか。でもこれはあのもっと太いやつ、あのもう本当に鉛筆の芯ぐらい太いやつ、これやったら折れないし長持ち。でこれねボールペンなんですけど、5つを言うとこれ録音機でもあります。まあ商談なんかであのちょっと録音しときたいなって時なんかに使えますね。でこれは普通のサインペンですね。でここに実は短吉くんがあります。これあのいわゆる盗聴探知機なんですね。で私あのちょっと足が悪いんで、公衆トイレなんか使う時にはあのいわゆる多目的トイレを使ったりとか、あとあの釣りとか行ったりする時には外 の, あの公衆便所なんかを使うこともよくありますが、まああの割とあります。ですからちょっとそういう時にね気にせず、あれなんかちょっと怪しいかなって時に確認できるように持ってます。あの正直結構役に立ってます。あこのトイレ使うのやめようみたいなね。それでねここが外ポケットです。次は中でいきましょうか。でもねコンパクトでよう入るんですよこいつね。まあこれはたしなみタオルハンカチですね。タオルハンカチが一番便利です。でこれエコバッグ、もう使い古してますがエコバッグ、これ私必ず持ってるんですけど、あのいわゆる行動食ってやつですね。ちょっとしんどい時とか、まあ、低血糖を起こした時なんかもそうですし、あの普段あの釣り行ったりこうアウトドア行ったりする時にちょっとしんどっていう時にこれだったら美味しく食べれるんで、私はラムネ持ってます。でねこれあのチーボトルのドリンクをついねこれいいかなと思って買っちゃうんですよ。なかなかいいサイズがなくてね。であのいいサイズのやつが出たなと思ってもうコンビニなんか結構すぐなくなっちゃうんですね。これ今お気に入り、 今これのドリンクも売ってないですけどね、必ずちょっと水は少しだけでも持ち歩くようにしています。でこれはね私 の, あの釣り用のファーストエイドセットのものなんですけど、ちっちゃなボールペン、これホイッスルです。でこれあのマグネシウムマッチで、これはあのちっちゃな懐中電灯と予備の電池入ってます。これは防水のところに入ってますね。前はねあの本当のマッチを防水用の着袋に入れて持ってたんですけど、あのなんていうのかな、古くなってくるとマッチのリンが剥がれてきてボロボロになっちゃうんで、もうちょっと今はもうマグネシウムマッチ使ってます。これもね結構あの使い慣れると使える。さっき言ったこの紙ナップにこんなのをほぐしてね、お口にするんですよ。そしたら割と火につきます。でこれね、これ携帯用トイレなんですよね。あのまあトイレだけじゃなくって、あの気分悪い時のあのおぶつ入れですね。これはあの必ず持ってます。一回ね電車がねあの3時間止まっちゃったことがあったんですよ。私は大丈夫だったんですけども、女の子がトイレ探して泣きながら電車の中さまよってたことがありましたからね。ああいうのを見るとまあとりあえず多少恥ずかしくっても隠れてちょっと用を足せるものぐらい持っておかなきゃと思って、それ以来ずっと持ってます。まあそうじゃなくてもね、これでも役に立ったことありますよ。あの駅なんかで気分悪くなってしゃがみ込んでる人にあのいわゆるゲロ袋として貸したりとか、貸して返してほしくないですけどあげたりとかね、そんなこともあります。これはちょっと職場に持って行って忘れて入っていたやつ、本当はこれは持ち歩いちゃいけません。でこれアルミのブランケット、いわゆるアルミのレスキューシートですね。でこれはねシールのメモ用紙です。何かあった時にこれで伝言メモを残せるようにしてます。でこれあのレジ袋のね使い勝手いいやつ、必ず1個は畳んで入れて持ってるのと、これ電池、あのなん私ねあの他にちっちゃなあのライト持ってるんですよ。あの
自転車なんかにピュッとくっつけるようなやつを杖につけたりして持ってますんで、それの交換用の電池で、これ結構ね持ってると、あ、電池ないですかっていう人いるんで、何回もそういう人たちにあげてしまってますんで、この電池も意外に使い道があります。もう何台目かです。あとこれはチャック袋ね、植物の種なんかを集めたりするのも好きなんで、このチャック袋結構持ち歩いてます。この中にちっちゃいのが入ってまして、なんか外はいわゆるまあ S サイズなんですけど、台所用のチャック袋ですね。でこういうの持ってると結構ね、いろいろなものが入れられるんで、私は好きで持ってます。もう空っぽかな、うん、空っぽですね。まあ、あと他にはもう別のところにまとめていろんなものが持ってるんですけれども、これはまあもうずっと肌目肌さみたいな感じで出歩くときに持ってます。どうでしょうか、まあ、若い女性ではないんでね、別に誰も興味持ってみたりしないと思うんですけれども、あれですか、女性のカバンチェック、ちょっと興味ある方もいらっしゃるんじゃないか。ないですよね、これね。あんまり普通じゃないかなと思いますが、まあ、これはちょっと、なんていうのかな、やっぱりね、阪神大震災の被災経験が結構でかかったですね。朝、何も考えずに、揺れた、これ電車止まると思って家飛び出しちゃって、そこから何日も家に帰れるっていう体験しました。